ングして、ちゃんとしてもらって、置いといてもらって、こっちのコンテナが悪くなったらバッと入れる感じにしてもらったら大丈夫。だから今もそうなんです。何歳？遊ぶんですか？遊ぶ？遊ぶ？結構遊ぶよね。一人遊んでるかなと思って。でも大きかった。だから実際トリミングとかに連れてきてもらうと大きかったはずだ。だからちょっとで、ちょっとこれ。仲良くやろう。うん。あれ、もう遊ぶようになったよ。あら、あら、あんまり乗っかっちゃダメだよ。大丈夫、大丈夫。ルーちゃんも行くね。ここにしては手加減しようよ。あ、その手出しようも。確かにね。わかる？うんうん。本気やったらもっと行きますわね。ガンって行くよ。大きいから。お、行け行け。ルーちゃん行け行け。ルーちゃん行け行け。元気なん、めっちゃ元気なん。元気。ねえ。ここでね、お家で帰ったら、主従関係をこうするんですけど。こういう感じ。治ったんですよ。元気やった。で、次の日、いるなと。これに考えて。遊んじゃう。そっか、でもね、ペコちゃんもよかったね。ルちゃん、ルちゃんその座り方かわいいな。かわいい。なんかちょこってしてる。かわいい。あれ。しょうがない。お前ね、ルーちゃん落ちた感じ。落ちた感じ。あれ、ここから出てきた。ここちゃん出てきた。うん。乗っけてみた。体重計じゃないやん。ちょっと一切れる。で、ちょっと一瞬の目やね。待て、待て、手離すよ、うん、待てよ、結構あるな、800 あんまいち
855ぐらい。855。ちょちょちょ、ダメ。あ、おしっこしたんだ。おしっこ。おしっこや、おしっこ。まあね、帰ってきたばっかりだから。うん、済ませたし、今から、うん、ココちゃん後からね、ね、コちゃんごめんね、ココちゃん後からね、ね、はい、終わりました、はい、はい、ごちそうさんでした、はい、ごちそうさん。あれがどうしても気になる。うん。プルちゃんの出してみる。なんでよ、ここじゃん。ここじゃん、見つけてるやんか。いい、ドルちゃん、こうで。チッキしてるやん。もう、つけれたやん。え、どう？早く行こうって言ってんじゃん。お散歩早く行こうって。こうじゃん。ミヤニさんが寝てるやん、また。朝取ったばっかりやん。ねえ、ほんとだな。ミヤニが出やすくなっちゃったね。なんかやっぱ気になったかな、うん、ここ首元ね、でも、こちゃん、すっきりしたいの、すっきりね。
お、これ飛べた。おー、飛べた、飛べた、飛べた。まだやって。え？まだやって。あ、飛べんのか。うん。飛べた、飛べた。お、動いた、動いた。動いた、動いた。お、動いた、動いた、動いた。動いた、動いた。この横をくっついて。本当になんか麦ちゃんだけ兄弟感がなくサイズ感がどうしても麦ちゃんのとこに行きたい。